前回の実用主義的コンテンツ講座7では、アーキテクチャと物語の関係を論じました。ここで言うアーキテクチャとは、当然人間を取り巻く物理的な環境です。ドアや壁によって人間を外に出られないようにし、硬い椅子によって当該地点への滞在時間を統計的に短くすることができるように、人間の行動を規制する強い因子になっています。このアーキテクチャも中立的なものではなく、何らかの物語に沿って人間の行動を規制しています。特に、1970年代以降は、メディアが大衆社会への浸透し、内面化することによって、不可逆にホワイト化が進んでいます。疫学的な清潔さ、神秘的な清潔さ、倫理的な清潔さがリンクしており、つまり正しいものは美しいし、美しいものは正しい。逆に、汚いものは間違っている、社会から清潔でないものが正当性を失って周辺に追いやられるというものです。結果、街から美味しいが汚い飲食店は消えていきますし、人間とアーキテクチャのインターフェースである人体自体もホワイト化と共振するように、より綺麗になっていきます。さて、ここでは経済、規範、法、アーキテクチャといった四化五学派の環境分類にのっとり、私たちの生活との関係を紹介していきました。気づかれた方も多いと思いますが、経済、規範、法、アーキテクチャでは物語との関係異なります。再三述べている通り、物語を消費することによって、人類はヒューリスティック、すぐに全体把握ができる経験的直感を磨くことができます。これが最もダイナミックな価値で、だからこそ人類は幼少期から多量の物語を消費しています。当然、こうした物語の流通は規範化を招き、経済や法、アーキテクチャに影響を与えています。例えば、近代的な学問では、神学や経学、儒教朱子学の規範体系から独立を目指して発足しました。本居宣長や坪内逍遥が述べたように、修身の観点でも、平転下の観点でも、道徳的に悪い物語があるが、これを規範から独立して評価しなければなりません。また、政治学も、丸山正夫、日本政治思想史研究が、朱子学の規範体系から脱した荻生徂徠を高く評価した通り、道徳律からの独立。アーキテクチャも、教会の先頭を街の中心にいただいた街から、人間中心のバウハウスへ流れたわけです。しかし、こうした試みは、常に人間生来の規範を求める機能によって引き戻されてしまいます。つまり、これまで見てきたように、物語が規範化し、規範が物語を内包するのに対し、経済や法、アーキテクチャは、規範化した物語によって外部から影響を受け続けている関係です。これは何も、イランやハマスのように、すべてをイスラム法規範によって貫通させようとする国や団体だけではなく、世俗国家においても同じです。マッキンタイヤが、美徳なき時代で指摘する通り、限られた知性では未来予測が難しいために、批評家や官僚も中立ではあり得ず、何らかの物語を裏で選択せざるを得ないからです。つまり、現代は一見ウェーバー的な社会科学の顔をしていますが、その実は物語の時代というわけです。当然、日本も無縁ではなく、今の人の話をよく聞く岸田文雄路線がしっくりくるかもしれません。外から見ると、古い縁故主義を新しい資本主義と称してはばからず、わけがわからない規制や補助金を設けている政権も、中にいるレントシーカーの意見は取り上げられているので、自分たちは人の話をよく聞くと今でも思っているでしょう。デジタル田園都市など運搬ものです。人間が物語から離れられないのであれば、よりマシな物語を、ここに直感的に全体を把握できる物語としての知性と、論理的に実証可能な伝統的な知性の循環構造を持つ実用主義の観点が重要なこともわかります。では、どのように物語の価値を測るのでしょうか。当然、エビデンスに基づいた企業便益分析を行うわけですが、有賀靖というやつです。例えば、善悪や美醜といった定量的に測りにくいものはどうするのでしょうか。善悪や美醜といった物語は、容易に規範化し、これがフレームとなって、非合理的な環境を生み出します。例えば、日本が人口減少しているから経済的にも衰退するというのは、他の先進国が人口減少する一方、マネーの総量を需給に合わせて調整することで経済成長していることから、根拠のない思い込みであることがわかりますが、この物語にみんなが参加すると、物語が現実に起きてしまいます。流行りの言葉では、人新世だかわかりませんが、製品物語は道徳的な一方、これによって多くの若者の未来を逆に奪っており、結果は非道徳的です。まともな学問なら、偉人のノートが今更出てきたからって公理として取り扱いません。日本のアカデミアが伝統的な知性足りえないのは、こうした義務論的人文学を社会科学のポストで扱っていることです。さて、物語として素晴らしいものはたくさんあります。しかし、
環境に対して求められるのは、ちょうど良いレベルのもので、絶対的な規範はむしろ使えません。例えば、近年の邦画の多くは、荒野やプラン75、渇水、ウィニーのように生きにくい日本を政治批判するために、登場人物のほとんどが監督の分身、批判的に一元的な作品をいい年をした大人が恥もせず作っています。しかし、私たちが日々生活をしていく中では、生きにくい日本という環境自体も全否定するのではなく、使っていかざるを得ません。当然、社会改革も考えられますが、規範に基づいた正しいの選択はエラーも許しません。エラーが許されないので、新たな火種を生む不都合があったとしても、修正に多大な時間と労力を要します。無の原則というやつです。要は、生きにくい日本を否定したところで、そのためにコストが発生し、多くは社会的に弱い立場にある人にそれが負わされるわけです。むしろ、社会全体から物語を集めて、環境に対してピースミールに社会変革が進められるところに、市場本来の価値があります。しかし、物語の規範化自体が、生来の機能に基づくということは、こうして物語から距離を取って、循環的に批評できるのもごく一部。戦前、大日本帝国という物語の中で天皇は一機関とする天皇機関説がエリートの間では通説でしたが、大衆には天皇主権説という物語が支持されました。いわゆる権密体制苦悩治む現代日本の思想です。当然、こうした権密体制はあらゆる物語の評価にも存在し、天皇や成長しない日本、生きにくい日本のように、物語の受益者自身では評価できないところに批評の価値が生まれます。実用主義的コンテンツ講座9へ続く。